Radio Double 7.0 Lakeside FM Station. Come on! High quality, high aspiration, high anxiety, and high voltage program. Radio Max.さあ、それではですね、ここで改めてお知らせです。甲賀市のセンチュリー滋賀ゴルフクラブにてレディオマックスオープンゴルフコンペがいよいよ来週28日土曜日に迫ってきました、番組そして e ラジオで引き続き参加者を募集しております。 e ラジオのホームページで現在受付中となっております。ぜひですね、お一人でも多くの皆さんと一緒に我々ワイワイガイガイと楽しみたいと思っておりますので、ホームページの方からエントリーをお急ぎいただきたいと思います。そしてこのゴルフコンペの開催を記念しまして、今日この後夜8時から最後の練習会になります。第4回マックスゴルフ練習会を大津ロングゴルフで開催します。今回も2時間税込みで1,080円、マックス特別パックご用意しております。まあ毎回ゴルフ頑張りますさんは、もう1打1円ぐらいの計算でね、もう今1000球以上打ってありますよ、ね、すごいねという方もいらっしゃいますので、練習参加の皆さんは今夜7時45分に大津ロングゴルフ内に設置のマックスゴルフ練習会ブース45分からオープンしていきますので、お越しいただきたいと思います。お待ちしています。さあ、それではメールいきましょう。はい、こちらポンコツ帝王さんから、しもちゃんとせって毎回よう言うてくれるのおい続いて近江八幡市の修司さん、今日僕と嫁さんの結婚記念日なんですよと、うん、あ、下林さん、たまには嫁さん抱いたりやほっといて、ね、それはそれぞれ人それぞれ家庭の事情っていうのがあるから、抱いたりやほっといて、ねラジオネーム川藤光一さん、抱いたりやな、どこで言うねんどこのタイミングで言うねん。ごめんごめんごめん、ちょっと遅れた昨日ですね、桂米朝師匠がお亡くなりになりました、うん、改めてご冥福をお祈りしますということで、もう人間国宝で、そうですね、もう言うたらこの落語界をねずっと引っ張ってこられた方ですからね。うん、僕ね、まあ、直接米朝師匠とお会いすることは、ね、はい、当然ないですけれども、うんうん、まあ朝からの縁というのはちょっとありまして、ね、あ、そうなんですか。はい、昔僕モデルやってまして、うん、まあその後どっかいい事務所がないかなということで、うん、まあ知り合いのつてを頼っていった時に、うん、一番最初に紹介していただいたのが、うん、君米朝事務所どうやって、なんで落語家やん、落語家さんやんかそれ。本当日本テレビの、かつてザコバ師匠とかをバラエティ番組で起用されてたっていうような、まあ、ヒット番組を作られたプロデューサーの方、元プロデューサーの方とお会いする機会があって、まあ、その時ちょっとお話をさせていただいて、ちょっとなんか僕が行きそうな事務所ないですかねって相談した時に、僕じゃあ米朝事務所どうって言われて、ああそうですかって言って、本当に米朝事務所の結構上のマネージャーの方とお話するとかもいいんで、そうそうそう、そこで入ってたらまたキャラ変わってたやろな。俺着物着てたよ今カツラになってたんやカツラにはハイハイなんか言うてへんで、さて言ってたよな今日も始まりましたレディオマックスですけども、そうそうそう言って、そうだよ、カツラ大見舞いかなんかなったから米朝の米もらって、もうそうない話じゃないからね、そう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 、そのことあったりそうそうそう、はい、ごめんなさい、はい、こちらホロヨイさんから、原田さん、まゆみちゃんのことどう思いますか、もちろん好きですよね、まゆみちゃんって来てます。まゆみちゃんって誰ですか、誰なんよね、誰なんですかね、ホロヨイさんのなんか気に入ってる女の子どこっちじゃないの、はい、あ、そうなんかな、高1の時付き合ってた彼女はまゆみちゃんでしたけどね、あー、いたなー、酢豚、酢豚、あー、いたいたなー、今何してんやろ、ちょっと待って待って待って、え、なんて、酢豚が好きすぎて、うん、学校で酢豚っていうあだ名をつけられてたやつが俺の彼女やって、いたいたいた、可愛い声で、ええやん、酢豚好きなぐらい可愛らしい子続いていきましょう、こちらワッショイ22225計算かな、はい、今日卒業しました、ほう、お、これからの中学生活に期待を込めて頑張ってくださいと言ってほしいですと、よろしくお願いしますということで、おっと新規参入がこれはED がサジを投げた、 ED が下の門を座らしている、お、なんていうの、卒業おめでとうと言ってあげてください、卒業おめでとう、誰今桜井がね、桜井が今チャレンジしましたけど、はい、誰今の、滑らない話を
滑らない話の糸いや、滑らない話でそんなんちゃうやん。穴子さんやん、それは。穴子さんと同じこと。滑らない話の人、ちょっともう。滑らない話の人はそんなん、それで卒業しちゃうやん。言うとけてよ。うん、卒業おめでとう。アナゴさんやんか。やっぱ安定してるわ。久々に来たなぁ。やっぱ安定してる。なんかちょっとホッとしたなぁ。久しぶりすぎてね。はい、じゃあもう一通ぐらいいけるかな。こちら、京都のダウンタウンさん。やっぱり熟女苦手やわ。なんかあったんかな。熟女苦手なんかな。なんかあったんかな。はい。はい、こちら小さな黄色さんから、皆さんこんにちは。笑いっぱなしでお腹がちぎれそうです。東京に行かないで、ちぎれたままで大丈夫ですと。あ、はい、ファミレスの2人にってことや。うん、そうです。東京ですか。怖くてよう行かないです。行かへん行かへん。続いていいですか。はい、じゃあもう一つだけ行きましょう。伊賀のリンゴ紅茶さん、はい、昨日息子が小学校を卒業しました。日曜日友達とひらパーに卒業旅行に行くみたいです。近時間は大丈夫ですか。そんな空におめでとうと言ってあげてください。頑張れ、はい、頑張れ、もう時間ない、行け。おめでとう桑田佳祐。桑田佳祐、これは分かったぞ。素晴らしい。ほら、俺も分かったぞ。素晴らしい桜井。やりよう出ましたね、はい、さあ、ということで5時台はお別れです、この後6時台引き続きみんなのメール紹介していきます。